三蔵一行の旅の寄り道。こんにちは、三蔵法師です。いい天気ですね。今日は私の弟子の中の一人、小林則之のカバンに入れてもらってお散歩に同行しています。さて、どこに行くんですかね。ああ、日差しが気持ちいい。うー、小林、結構あなた歩くの揺れますね。ちょっと、日差しが、気持ちいい。気持ちいいですね。いい天気だ。どこかに着いたみたいですよ。お、公園にやってきたみたいですね。緑がたくさんあって、何ですか。お、ベンチを通り過ぎて、何ですこれは。お、どこですかこれは。健康街道。なんと興味深い。